サイゲームス馬娘プリティダービー。どうもロッチン TV です。馬娘動画やっていきたいと思います。実家ではこたつ出しても電源入れへんかったな。みんなで入ったらあったかいしお得やし。はい、ということで皆さん寒くなってまいりましたが、今回の動画こちらいきたいと思います。新春カルタ合戦特大ラッキーサポートカード、ちょっとね福来たるに関してはちょっと福来たるだけでもサポートカード解説動画上げたいと思っております。であとオペラ王の動画とかもちょっと上げようと思っていて、今回はですね配布ドトーちゃんになってます。動画はですね、配布名称ドトーは使えるのかというところをちょっと解説していきます。で今回ですねイベント、こちらの配布サポートカードが SSR 名称ドトーちゃんとなってます。はい、こちら見ていきましょう。はい、ということでね、名称ドトーについていくんですけども、まずですね、いろいろ今回動画上げたんですけども、ちょっとねやっぱりサポカットキャラと全部やるとね長くなるんで今回早くいきたいと思います。まず概要解説としましては、こちらのカードヒント発生率が高いので、まあ、因子周回用のカードかなというところです。はい、そして絵が可愛い、ここが一番のポイント。はい、これはもうね絵が可愛すぎ、しかも全員集合していて、今回のイベントねドトーちゃん、うららちゃん、アドマイヤベガ、そしてオペラ王、フクギタルとね、このねこちら絵が、可愛くなっております。そしてですねこの後解説するんですが、初期ボーナス複数持ちというサポートカードが登場し始めた、こちらが特徴となっております。はい、ということで見ていきましょう。まず名称ドトーなんですけども、こちらねイベントで完凸することができます。一応おさらいですが、ビンゴでこう1,2,3ともらえていって、あとはですねまあ一応ポイント効果のところに入っております。いや今回もですね、ちょっと待ってよ、こっちね40万ポイントぐらいに入ってるかな。はいはいはい、ここね40万ポイントに入っております。このイベントもですねまたね決勝編とか入っていますので92万ポイントとか、今回ねスタミナ2分の1になってるんで、まあ、ブーストしてこちら正月イベント、まあ期間長くはないのでブーストしていきましょう。半額になっていますのでこちらのポイントも集めていきましょう。虹の決勝編取れるといいかなというところ、になっております。そしてあとはねストーリー8まで見ると完凸できると思うんでやっていきましょう。でこちらおさらいだったんですけども、ドトーちゃんに関してはこちらまず特徴としては、こちら初期スタミナアップ35、初期根性35とね、こちらの複数の初期ゲージ、初期のステータスですね、ステータスアップこちらが来ております。でこれが福来たるにもあったんですけども、福来たるの方は全部のステータスが30上がるということでね、あの効果なんですが、まあ、地味に強いです。強いところはポイント解説としては、青春杯の、その練習レベルっていうのが A とか B とかね S とかなるやつね、あれが、初期あると早めに上がっていくというところ、そこからですねどんどんレベル上げていけるっていうところが強いです。今回ドトーちゃんに関してはまあ一応ねその性能的には、抑えられているので、まあここら辺も因子周回では一応スタミナが足りなくてね、春天勝てねえみたいなところはなくなるかなっていうところです。で特徴としてはこのね2種持ちっていうのは多分初登場です。なんで今後もこういうね初期ステータスアップ、これ35って結構まあちょいでかいかなというところなんで、これがガチャさんに来た時にまたね話が変わってくるかなというところです。はい、であとはですね一応ね、こういう風になっていて、友情、スタボ、トレ5と、あとね固有にもあるんでトレ10とかにはなっているんですが、まあちょっとねやる気効果とかもなかったりで、まあ性能的には抑えられています。はい、ということでまず性能を見ていきましょう。で性能このようになっていて、サポートカードスタミナを並べております。完凸すると得意率35の、一応トレ10もあって、因子周回でもねトレーニング効果あるっていうのはまあアドバンテージです。でここが特徴的で、ヒント発生率が固有と合わせて60となっております。なんでここでヒントを取っていけるというところが、優秀なカードとなっております。でこれね初期スタ初期根性というのが初めてこの2種あるんじゃないかなと思います、スタミナの中ではね。
で、伸び値に関してはこれね、スタミナ20根性8というふうに見てもらえば分かる通り、まあ例えばね、この配布の SSR マックイーンとかもね、昔使っていくこともたまにあったんですけども、特にこれ長距離レースでね、クールダウン取れるっつってね、 URA の時は一応ね登場していたりした、このマックイーンとかとね似ています。であとはこのね、マンハッタンカフェ SR と比べても同じぐらいとなっていて、まあ性能的のこの伸び値に関しては SR やハイフの、性能ぐらいになっているということです。はい。であとはですね、性能面見ていくと、まあやっぱりね、スタミナカードで一番候補に上がるのはスーパークリックとなっております。スーパークリックに関しても一応ね、パワーインチにめちゃくちゃ振っていて、パワーライスじゃなくてスーパークリックからマエストロをもらうっていう使い方は一応ありますので、ここが一番ねトップのスタミナカードです。まあ、こういう風に見るとやっぱりね、伸び値もスーパークリックはね、得意率そして友情が高くて、トレ15もあるので、強いものとなっております。なんで一応ね、今回配布なんで、まあ、スーパークリックと比べるとそれはもちろん弱いんですけども、まあ、SR 相当ぐらいのね、性能はあるっていうところは一応性能的なとこです。はい。で一応ですね、このヒント発生率が高いというところ、ここが特徴的です。ということで所持スキル見ていきましょう。所持スキルこのようになっていて、まあ、特にこれは因子周回で使います。最初にも申し上げましたが、まあ、両ババまず持っています。で非根幹の距離であれば非根幹取れる。であとは差し直線とかね、この直線やコーナーのスキルに関しては一応ね強いものとなっていて、まあ、差しではありますが、こちらここら辺がね取っていくべきスキルになっていきます。なんで差しの因子周回でまず使えるかなというところ。でプラスしてもう一個あって、先行コーナーを入手できるイベントもあります。なんで先行コーナーに関してはこれは他のねレアリティのドトちゃんを持っていたりするんですが、この先行コーナーの方がさらにね、まあ因子周回ではいいかなと思います。まあ、先行勢は今かなり強くなってきているので、これとね両ババを取っていくという感じかなと思います。であとは中距離コーナー、こちらのイベントもあります。なんで次のチャンミが、まあ中距離かマイルかはどちらもあってね、マイルの可能性も全然あるんですけども、どこら辺で先行中距離の因子周回というところで使えるので、まあ、今回のね名称ドトちゃんについてはこの使い方としてはね、まあ普通に使い道あるかなと思ってます。であとはね金スキルキラーチューンです。このキラーチューンというのは一応ねエルコンドルパサーが持っている金スキルなんですが、まあ一応これ解説するとキラーチューン自体は持続時間がちょっと短かったりします。なんで最優先されるスキルではないので、まあ一応ね回のヒント何も取るもなければ、一応ね中距離の中盤押し上げにはなるというところではあるんで、まあ一応取るのはありです。ですが、まあ、一応キラーチューン自体の時間っていうところがねちょっとネックになっていて、最優先のスキルではないということを解説しておきます。はい。そんな感じでね、ドトーちゃん解説だったんですけども、まあ実際こちら、まあ因子周回とかで使います。であとですね、ちょっと補足で言いたいところなんですけども、ちょっとね砕くっていうね言葉が必要ありました。なんかネットで見てもね、これは砕いていいかなとかねいう感じだったんですけども、絶対に砕きません絶対に砕きませんまず絵が可愛いからドトちゃんを砕くなんてとんでもないっていうのと、あと実際問題普通に本当にヒント率高い、このヒント発生があって、因子周回で普通に使えます。特に中距離先行っていうところをさっき言ったんですけども、そこでめちゃくちゃ優秀です。両ババあり、非根幹ありとね、緑スキルもアップリするので、まあ普通に私ハイ課金してるんですけども、因子周回で例えば、まあ、取りたいスキル先行コーナー取りたいとかなってきたら普通に因子周回で使うと思います。なんで、まあ、一応私は砕きませんし、まあ、砕く人ね少ないと思うんですが、まあ、こちらはあまり砕かない方がいいかなとは思っております。マジで因子周回で使います。はい。そんな感じになっております。はい。ドトーちゃんね、まあ本当ドトーちゃん来たこと自体が私は嬉しいので、本当にこれは即完凸していきたいと思います。正月イベントね、まあ正月忙しいと思うんですが、皆さん、まあ、ブースト半減なんでねして取っていきましょう。ということでどっち TV でした。今後もですね、一応オペラ王福来たるについてはもうちょっと追加解説したいという動画を上げますので、よければチェックしてみてください。あとね新年ねもうすぐ明けますので、高評価もよろしくお願いいたします。それでは後に TV でした。またな。バイバイ。